はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずゆこです。それでは今回なんですけども、PayPay4 月からの還元率変更へ新サービス PayPay ステップを徹底解説、LINEPay 銀行振込手数料無料キャンペーンということで、今回は少し前に還元率など変更があった PayPay、あとは新しいサービスを出し続ける LINE や LINEPay ですね。これら2つの情報について今からお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、まずは LINEPay のちょっとしたキャンペーンの情報からですね。まあ、以前動画でも少し解説をさせていただきましたが、あの LINEPay を使って現在銀行口座に振り込みができるようになっています。その振り込みのサービスなんですが、もともとですね、Android しか対応してなかったんですが、今回からなんと iPhone などの iOS 版のアプリのサービスも開始となりました。いやー、このペイ関連のアプリから振り込み、銀行振り込みができるっていうのはまた 便利になりますねで、その振込のサービスなんですけども、ちょっとまあ魅力的なところがこの振込手数料なんですよね。一律ですね、税込176円、これ1回に176円となっていまして、これは LINE の LINE マネーのサービスで本人確認をした後に利用可能となっていまして、まあ1日あたりの上限が 10, 10万円までとなっています。まあ振込の上限というのはあるんですが、 ま、家賃であったりとか、何かしらの支払いで銀行振込を利用される方からすると、ま、結構便利なサービスかなと思います。そして今回、その iOS 版がリリースされることによって、それに対してのこのキャンペーンというのが開始されます。それがこちらですね。じゃんということで、通常176円、1回の手数料に関しまして、この振込手数料が無料のキャンペーンというのが始まります。 で、期間はですね、来週からになるんですけども、3月の25日水曜日の10時から、3月の31日の火曜日23時59分までの1週間となります。で、対象となるのは期間中のこのサービスを使っての振り込みに限ります。なので、まあ、期間自体は、まあ、1週間ほどで、まあ、少し短めではあるんですけども、まあ、普段その l i n e イとか、あとはその銀行振り込みを利用される方であれば、実際に体験してみるものいいのかなと思います。 思いま,すまあ、期間的に25ってなると、まあ、普段のお仕事されてる方のお給料日とかに結構近いので、まあ、そのタイミングでこのキャンペーン使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、けどまあ、この振り込み手数料無料のキャンペーンってなんだかちょっとこう、珍しい感じがしますね。まあ、一応その振り込みに関してのやり方ですとか、詳細、記載されてるページに関しましては、下の概要欄にリンク載せておきますので、えー、それも気になる方はチェックしてみてください。以上が l i n e p a y についてでした。そしたら次はこちらですね。 じゃんということで、今回の本題でもある PayPay の話題ですね。こちらの以前動画で少し紹介して、PayPay の還元率が変わることについてお伝えしました。で、その還元率の段階のことをですね、この PayPay ステップという風になりましたね。まあ、すでにご存知の方多いと思うんですが、おさらい方ではですね、一緒に見ていきましょう。ちなみにこの PayPay ステップ自体は2020年の4月1日から開始するということになっておりまして、前の月 昨日ご利用状況によって、その還元率が変動するというようなシステムとなっています。まあ、なので、これまで常にまあ常時1.5%還元が変わりますよということになるので、これは間違えないようにしましょう。そしてここですよね。この今回のこの特典内容にはなるんですけども。 まずですね、上から見ていこうと思うんですが、基本付与率が PayPay 加盟店ですとか、請求書払いサービスであれば、これまでは通常還元率が1.5%還元だったんですけども、今度から0.5%還元となります。そして Yahoo Japan の対象サービスに関しましては、PayPay で決済したら1%還元ということですね。そしてこの、それぞれの還元率を上げるための条件としまして、それがこちらですね。まず100円以上の決済を を50回以上行ったら還元率がアップとなりますまあ単純に100円以上の商品を50個購入すればいけんこともないかなと思うんですがちょっと時間はかかりそうだなと思いますちなみに僕のツイッターのリプランではコンビニのセルフレジで50回決済すればいけるかもというようなちょっと面白い意見を飛び交ってましたねそして次ここですよね利用金額が10万円以上達成で還元率0.5% アップということで、これも1ヶ月に10万以上達成したらということになりますね。 これは PayPay ペイペイの加盟店で決済や、あとはその請求書払いを使ったりして、これでなかなか届かない場合っていうのもあると思うんですが、今回はこの中にその Yahoo Japan の対象サービスも組み込まれているので、まあもしかしたら Yahoo でよくお買い物をする方であれば、場合によっては到達する可能性もなきにしてもあらずという感じかなと思います。ちなみにですね、その Yahoo で PayPay ペイペイが使えるサービスの一覧がこちらなんですけども、まあ今パパッと読んでいこうと思う んですが例えば、PayPay ペイペイモール、PayPay ペイペイフリマそして Yahoo ショッピング、Yahoo Oak、r Yahoo 占い、Yahoo Game ーー、Yahoo News、Ebook Japan、y a Yahoo トラベル、あとは Yahoo じゃないんですけども、PayPay ペイペイが使える場所として、高校んですとか、配車アプリの d ィ d ィも対象となっております。なので、Yahoo、まあ、関連のサービスを重宝されている方であれば、まあ、生活スタイルにもいるかもしれませんが、中にも先ほどもお伝えしたかもしれませんが、月に10万以上達成されるか 方もいるんじゃないかなと思います。 あとですね、これ以前あの動画でもお伝えしたかもしれないんですが、こちらなんですけども、PayPay がその今後スーパーアプリになるというような発表が今年の1月にありました。まあ一応ですね、その中で今出てるような、今あるその飲食店とかで使えたりとか、あとオフラインとか、そして先ほどお伝えした公共料金、あとオンライン決済、そして今後追加されるかもしれないというのはう、左下にもある金融サービスですね。まあ今回ここがポイントかなと思うんですけども、その金融サービスに関して しましては、例えばその個人向けローン、ビジネスローン、そして投資後払い、リボ払い、保険というようなサービスが今後始まる可能性があるということですね。まあ、これに関しては細かい情報全然ないんですけども、もしこれらのその金融サービスが開始すれば、先ほどお伝えした月の10万円以上の決済って意外と達成される方も増えるかなというふうに僕はちょっと予想をしております。 まというのも、現在その LINE のサービスで、LINE のスマート投資のワンコイン投資とかをうまく利用して、自分のマカラーをアップさせて、還元率を最大で2%まで引き上げることができるので、まぶっ、 ゃけ本当今回のペイペイってそれに近いかなと思いますまあ、今はちょっとあれの影響で時期的にその投資をするのはちょっと難しいということでもあるんですがもしですねこのペイペイの金融サービスが充実してくればまたちょっとした変化が起きそうだなと思いますまあ、僕は個人的にはちょっと楽しみにしておりますねまあ、ちょっと一旦話は戻しましてこれらトータルの条件をクリアすることで還元率がペイペイ加盟店請求書払いサービスの場合は最大で1.5%まで 引き上げることができましてヤフージャパンの対象サービスに関しましては最大で2%まで引き上げることができますちなみに付与上限に関しましては1回のお買い物で最大で7500円まで期間中は15000円まで付与がされます 次にですね、実際にいつからそのカウントが始まるのかというところなんですが、それが今出てる通りですね。そうなんですよ。こちら見ていただいて気づいた方もいらっしゃると思うんですが、すでにですね、カウントは始まってるんですよ。まあちょっと言い方があれなんですけども、一応今囲ってるような3月の1日から3月末までがカウントの期間となっております。 そして日付が変わって4月の1日の朝8時から特典の適用期間となりますので、なので今月の3月でいっぱいお買い物をされて、そのトータルで50回以上、あとは合計10万以上というような条件をクリアしたら4月はルンルンでお買い物ができるということになりますね。ちなみに今自分がどれぐらい今月決済してるか、 というのが、まあ、確認方法というのがあるのでそれをお伝えしますまずはですねいつものペイペイの画面を開きましてここのお得という項目があるのでこれをタップしますそしたらご覧のような画面が表示されましてここがですねそのカウント数という風になりますちなみに僕の場合はご覧の通りですね今月は14回ペイペイで100円以上の決済をしてそして1856円分を今使っているということになりますいや結構ですね僕的に使 使使っっっってている方かかななとと思たたんでですが意外まあ僕自身は今月特にその食材とか生活必要品以外は特に購入する予定がないので、まあ、多分どちらとも達成はできない気がしますね。まあこの動画を見てくださってる視聴者さんはどんな感じですかねちょっと気になります。 あとお伝えし忘れたんですが、対象の支払い方法なんですけども、このようにその他のクレジットカードに関しましては対象外となりますので、これはお気をつけください。以上が PayPay ステップについてでした。 そうしましたら今回動画でお伝えしたことをサクッとまとめていきます。まず LINEPay からですね。LINEPay を使って銀行振込の通常の176円、1回の振込手数料が無料のキャンペーンというこれに関しましては、期間は3月の25日から3月の31日まで。で、口座の振込のみ対応ということで、あとは1日あたりの上限額は10万円まで。そして次は p a y p a y ですね。4月の1日からサービスが開始なんですけども、カウントは3月からすでに始まってますよということ。で、還元率は0.5%から最大で1.5%。 5%までも可能になるととということとあ,、まあ、ととのサービスを組み合わせても、まありなななんじゃいいかなと思いますああ。そんなこんなで今回は、l i n e p イの銀行振込の手数料が1週間無料になるということ、そして PayPay の新たなシステム、PayPay ステップについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、l i n e p イはちょくちょくですね、キャンペーンを出していますが、ここ最近はその LINE 証券のタイムセール、あとはつい数日前から始まったサービスですね、LINEFX。 他にも仮想通貨のビットマックスでも先ほどお伝えした LINE のスマート投資などもあるので、ほんと投資関連のサービスが少しずつではあるんですけども、充実しつつはありますね。まあ、それも踏まえた上で今後の PayPay もこんな感じになるのか、それはそれでやっぱり個人的には楽しみではあります。一応下の概要欄に今回お伝えした LINEPay の銀行振り込みや、あと PayPay ステップについてのリンクも貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。先日ですね、あの、ツイッターでもつぶやいたんですけども、ガストにお昼行ってきまして、まあ、ちょっとそれをつぶやいた内容がこれなんですけども、 お昼にガストペイペイお店に入ったら即アルコール消毒店員さんもマスク着用注文前だけどテーブルがすでに賑やかなタッチパネルがあるのに店員さん呼ぶおいちゃんその後スマホ使ってたえということでまあ今回ですねまあまたもやそのガストに行ってきまして先日はちょっとタッチパネルに感動してたんですけどもやっぱりちょっとあれの影響もあってか本当お店に入った瞬間に店員さんからあ、アルコール消毒お願いしますって言われて本当に来て 来たたお客さんにそういったこともあとは、それこそね、店員さんもすごいマスクも着用してたりとか、もう本当にそういったことを徹底してたなという風なな、すごいな、まあすごいなと思う反面ちょっと大変そうだなという風にも思いました。で、あとですね、そのタッチパネルのことなんですけども、僕のちょっと少し隣ぐらいに座ってたおいちゃんがもう本当、なんか、あやっぱタッチパネルの使い方がわからんから、なんか普通に店員さんにピンポンして普通に注文してたんですけども、まさかのね、その後に自分自身 のスマホを使ってたっていういや僕も結構タッチパネルで今回で2回目3回目ぐらい使ったんですけども操作方法めっちゃくちゃ簡単なんですよねなのでなんでスマホ使えるのにタッチパネルで使えるのかなっていう風にちょっと不思議に思ったランチタイムでございました皆さんもそういった経験があればまあそういったのコメントで教えていただくと嬉しいですということでですね残りのペイペイのガストのキャンペーンもあと少しなので楽しんでいきましょうありがとうございました